ビットマップ画像ビットマップ画像とは、コンピュータグラフィックスにおける画像の表現形式でピクセルを用いたもの。画像をドットマトリックス上のピクセル群として捉え、RGB 等の標色系に基づいたピクセルの色、濃度の値の配列情報として取り扱う。ラスタ画像とも呼ばれ、これに対し木数形を作成するための情報を数値や式として表現したものを、ベクタ画像と呼ぶ。 元々は日の画像情報を格納した初期のフレームバッファとその内容である画像情報をビットマップと呼んだ。日の画像はピクセルあたり1ビットの情報量で記録されており、ディスプレイのピクセル配置とメモリのビット配置が1対1で対応することからビットマップと呼んだのである。ビットマップの利用はコンピュータ用ディスプレイシステムの発展と不を同じくする。 1960年代までのグラフィック用コンピュータではメモリ容量及び価格の制限から短い操作描画命令によるディスプレイリストで画面内容を保持できるベクタースキャン式 CRT を利用したシステムが主流でありそこで扱われる画像はベクタ形式であった他方テレビで既に利用されていたラスタースキャン式 CRT は ディスプレイ自体は安価であり、塗りつぶし表現や写真など複雑な模様も瞬時に表示可能な点で、グラフィック表現に優れたが、コンピュータで利用するには、比較的大容量なピクセル配列で、画面内容を保持するフレームバッファメモリが必要であり、当時のメモリ技術及び経済性においては、限界があり、NLS など研究目的の実装に止まっていた。 1970年代に入ってメモリの大容量、低廉化が進むことでフレームバッファメモリ及びラスタースキャン式、CRT などのビットマップディスプレイを組み合わせたシステムが一般に実用化されて主流になり、1977年には Apple II などパーソナルコンピュータでも変則的ながらカラービットマップが扱われるようになった。 もっとも初期のシステムではピクセルあたり1ビットの表現が用いられたことから前期の理由でフレームバッファメモリとその内容がビットマップと呼ばれるようになりピクセルあたり多ビットの表現が標準的な現在も故障として残っている現在はピクセルを用いた画像表現全般を指す用語としてビットマップが広く使われているがより競技な技術用語としてはビットマップの用法を モノクロ日画像に限定し、カラーやグレースケール解帳画像を含める場合は、ピクセルマップ、ピクスマップと呼ぶこともある。ラスターイメージラスター表現は、二次元画像を表現する方式の一つである。点が線上に並んだものを平行に並べた面として、画像を表現する。ラスターとは、熊手のようなもので面を線上になぞることを意味し、 ブラウン管で画像を表示するときの操作線の様子から、その表示領域もそう呼ぶ。ラスター表現では、多くの場合、画像の表現精度が、ディスプレイの表示能力と標本化定理に左右され、特に低解像度では、エイリアシング現象によるジャギーと呼ばれる、海岸上のギザギザが現れる。ラスター表現による画像は、ラスターイメージあるいは、ラスターグラフィックスと呼ぶ。ビットマップ画像は、 コンピュータでラスター表現を処理する形式であり、デジタルなラスターイメージの一種である。競技のビットマップ画像と区別する意味で、ラスターイメージと呼ぶ方が正確であると主張するものもいる。ピクセルの集まりに過ぎないラスター表現では、気化図けを直接表現することはできず、ベクターイメージをラスタライズ、またはスキャン変換と呼ばれる処理によって、ラスターイメージに変換する必要がある。 例えば、よく知られた線分のラスタライズ法の一つにブレゼンハムのアルゴリズムがある。一般的なコンピュータシステムでは、ラスタライズ処理は、グラフィックス API のソフトウェアや GPU ハードウェア、プリンターが内蔵する、ラスターイメージプロセッサによって行われる。なお、3次元コンピュータグラフィックスなど、ラスタライズ工程を部分として含むのみの場合では、画像処理全体は、 レンダリングと呼ぶことが多い。ビットマップとは本来ラスターイメージをシステムに実装する技術を意味する。初期のコンピュータはモノクロ日でしか CRT に表示できなかったので、英数フォントは余白を含めて86ドットでデザインされていた。その文字をディスプレイ上に80文字25行表示するために最低64400 40ドットが必要であった。 コントの1ドットをそのまま、バイトデータの1ビットに割り当てると都合が良かったので、その割り当て表がビットマップと呼ばれた。すなわち1画面をモノクロで表示するには、80、16、25イコール32000バイト、あれば足りたのである。その後カラー表示を実現するに際して、モノクロ表示と上位互換性を保つために、モノクロ1画面のビットマップをそのまま、 プレーンという新しい概念に当てはめ、プレーンを増やすことでカラー化を果たすことになった。その時3プレーンで8色、4プレーンで16色という基本的な仕組みが出来上がった。その当初はアプリケーションからプレーンのビットマップに直接データを送り込むことができたが、やがて8プレーン以上のベレムはフレームバッファと呼ばれ、本体のラム空間とは独立した存在となり、 API を経由しなければビットマップを操作できなくなった。ちなみにディスプレイの表示モードに16色や256色が残っているのは過去の OS とミニマムな互換性を維持するためである。また同じフレームバッファに複数の表示モードが用意されているが、これは例えば640-480-32ビットと同じメモリ空間に 128968ビットを割り当てることができることによる。このようにマッピングの変更によって複数の画素数、色数を選択できるところにビットマップの巧妙な仕組みがある。なお Windows には BMP という保存形式があるが、これは API からフレームバッファのビットマップを読み込み、そのまま保存する形式でラスターグラフィックの低水準保存形式である。 ベタ画像形式や RAW 画像形式とは全く異なる内容である。その意味からもラスターイメージをビットマップイメージと言い換えるのは適切ではない。ラスター表現においては画素という概念が必要となる。1画面はラインとカラムに分解でき、その最小単位が画素である。ラスタースキャン方式を取るディスプレイでは、 垂直方向の位置スキャンがそのまま1ラインとなるが、水平方向の解像度はデバイスの性能に依存する。そのため初期のディスプレイでは、1画素のアスペクト比が1対1とならず、ソフトウェアで補正することがあった。PC、AT5 換気が普及してからは、その標準表示画素数である640-480が VGA 規格として定着し、 アスペクト比も1対1であることが当然となった。カラー画像の場合、1画素の色深度はコンピュータが処理しやすい24ビットが標準だが、アプリケーションによってはさらにアルファチャンネルとして8ビットを加えてマスキングや半透明処理を行うことができる。濃淡情報のみを扱うグレースケール画像の場合、1画素あたり8ビットが標準である。商業印刷用途や産業。 科学技術計算用途では RGB 角16ビットを割り当てる48ビットカラーや16ビットグレースケールもよく使われる。ただし、いずれの形式もコンピュータで効率的に扱えるように1スキャンラインのサイズが4バイトの倍数となるよう必要に応じて詰め物が末尾に付加されることが多い。画素という用語はしばしばドットと混同されるが初期のビットマップは 画面表示そのままのイメージであったので、データも VGA においては640-480が基本となったことによる。現在では画面の表示能力の数倍もの巨大な画素数のイメージを処理することは珍しくなく、画素イコール画像データの最小単位、ドットグラフの最小単位という理解がようやく広まってきた。ビットマップ画像は上記のラスター表現の考え方から、 最初に表示が開始される画面左上を座標原点とすることが圧倒的に多い。水平方向を X 座標、垂直方向を Y 座標とし、特定の画素の位置をのように表現する。すなわち VGA 画面では左上隅画であり、右下隅画となる。この座標情報はアプリケーションにおいて画像の一部領域の切り取りや移動など、 編集操作の時に使われる。一方、ベクタ形式の画像では、数学的な座標と同じく左下を座標原点としているものが多くある。画像の描画を行う API では、ビットマップ画像を主に考えているか、ベクターイメージを主に考えているかによって、座標の考え方が大きく変わることがある。左下を原点とするビットマップの代表例として、Windows ビットマップがある。 これも数学的な座標を意識して設計されたものである。ビットマップ画像ではグラフィックデバイスの縦方向、横方向それぞれに1インチ単位あたりに何ドット分のデータがあるかによってデータの決めの細かさが変わる。このドットの密度を解像度と呼び単位 DPI を使って表す。1ドットで表現できる色数は色深度か色分解能で表す。 ビットマップ画像のデータは画素一つ一つに対して色情報を持つが色を直接データとして持つのではなくあらかじめ決められた少数の色の番号を画素ごとのデータとすることによりデータ量の大幅な削減を図ることがあるこのような色指定の方法をインデックスカラーと呼ぶビットマップ画像の各画素のデータは基本色の色の強さの組み合わせであることが多い 光の三原色である赤、緑、青で色を表現している場合、理論的には、すべてが0%の時に黒、すべてが100%の時に白となるはずであるが、画像を表示、印字するデバイスの特性によりそうならないことが、しばしば発生する。例えば、赤の発光体だけが若干強めであり、すべて100%の色を表示しようとしたら、薄く赤みがかってしまったなどということが起こる。 このような際には、表示の直前で、各基本色の強さを調整して、白は白で表示するように補正をかけることが行われる。この補正操作のことを、ガンマ補正と呼ぶ。また、ガンマ補正に必要なパラメータのことを、ガンマ特性、または、ガンマ値と呼ぶ。ガンマ補正処理を行うことを、画像処理の分野に携わる人たちは、しばしば、ガンマを取る。 ガンマをかけると表現する。さらに、表示デバイスなどは、色の強さの再現が直線的ではなく、50%の強さの赤を指示、たのに100%の赤の半分の光量になっていないということが、しばしば発生する。これは、デバイスの特性ばかりではなく、ディスプレイなどが設置された環境に依存することも多く、デバイス自身があらかじめ完全に補正することは困難である。 このため、表示上の色の再現性に特に留意する場合には、各基本色ごとにデータ上の色の強さをデバイス上の色の強さに変換するための表を用意することがある。これはデータ値と表示光量の相関を示した曲線グラフとして示されることが多いため、このパラメータをガンマグラフと呼ぶことがある。また、上記ガンマ特性、 ガンマ値という言葉でこの表パラメータを指すことも多い。スキャナで写真をデジタルデータ化し、プリンタでそれを印刷する際などには、スキャナとプリンタそれぞれのガンマ特性を考慮して、ガンマ補正を行わないと元の写真と同じ色を再現できない。このため、画像データの中にスキャナなどのガンマ特性を付加情報として保存しておくということが行われる。このように、 画像データに色再現のための情報を付加することをカラープロファイリングと呼ぶ。Apple ンピューターが開発したカラーシンクというシステムはこのカラープロファイリングのための規格で現在多くのデバイスメーカーなどが対応している。なお、カラープロファイリングと呼ぶ場合、単にガンマチの情報だけではなくどの表色系を用いて色の補正を行うべきかといった情報も含まれてくる。一般に ビットマップ画像は画素1点について1から4バイト程度のデータ量を持つ。A4 サイズで 600DPI、1ドット当たり色解像度が24ビットの画像の場合、300、406バイツ、100メガバイトとなり、かなり巨大なデータとなる。このため、ビットマップ画像を外部記憶装置にファイルとして保存する場合や、通信回線で受け渡す場合には、このデータを 計算処理により圧縮しデータ量を削減する。この時圧縮後に元のデータを完全には再現できないものを非可逆圧縮。全く同じデータに戻すことができるものを可逆圧縮と呼ぶ。非可逆圧縮の場合には人間の目で見た変化ができるだけわからないようにという指標に基づいて情報量を減らすことができるので高い圧縮率を得ることができる。 圧縮アルゴリズムにもよるが、一般的に火薬圧縮に比べ、非火薬圧縮の圧縮率が格段に高いため、色の数が多く滑らかに変化するような写真等の画像データを保存するときのフォーマットには、JPEG 等の非火薬圧縮が用いられることが多い。しかし、いわゆるベタ塗り部分の多いイラストやピクセルアートなどの画像の場合、自然画に最適化された JPEG では、 モスキートノイズなどによる画質の劣化が目立ちや GIF や PNG は可逆圧縮であるが元画像の色数が少ない場合には実用上十分に高い圧縮率を得ることができる。なお GIF や PNG 圧縮を行う際は圧縮率を高めるためにあらかじめ適当な方法で原色操作を行う場合が多い。ビットマップ形式からベクタ形式への変換は その逆に比べ困難である。ビットマップ画像から、ベクターイメージへの変換は、例えば手書きの図面をイメージスキャナで読み取って、ビットマップ画像とし、輪郭抽出、細線化、線分や領域の抽出、線分列の曲線へのフィッティングなどの処理をソフトウェアで行うが、欠損箇所が生じやすく、必ずしも満足のいく結果が得られるとは限らない。 特に元のビットマップの解像度が低い場合にこの問題が発生しやすいが逆に解像度が高い場合には処理時間が大きくかかるという問題を生じる。また印刷物からイメージスキャナを使って文字情報を読み取るソフトウェアでも識字率は90%程度であり修正作業を強いられる。代表的なビットマップ画像のファイルフォーマットには次のようなものがある。 上記のうち BMP フォーマットの画像のことをビットマップ画像と呼ぶこともあるが、これは Microsoft Windows とその原型となるグラフィックシステムで独自に開発された、正式にはデバイス独立ビットマップと呼ばれる数ある画像フォーマットのうちの一つである。単純なファイルフォーマットでは各ピクス、基本的にはバイナリデータだがユニックスの画像形式である。 1> x 1 1ビットマップなど一部の形式は C 言語のソースコードとして記述されるものもある。また、バイナリデータであっても色数が多いとファイルサイズが大きくなるため通常は圧縮を施している。この時同じファイルフォーマットであっても圧縮方法の際によりいくつかの種類に分かれることがある。コンピュータソフトウェアにおいては ビットマップ画像を編集するためのソフトウェアは一般にはペイントソフトと呼ばれる。対照的にベクターイメージを編集するソフトウェアはドローソフトと呼ばれることが多い。これは画像編集ソフトウェアがいち早く充実していたマッキントッシュにおいてビットマップ画像を編集するソフトウェアの初期の代表格がマクペイント、ベクターイメージを編集するソフトウェアが マクドローという名前であったことに由来する。ありがとうございます。